はようございます。おはようございます。今日はどこへ行きますか？今日は三丁目行きます。すいません今日今から代官山に行ってきます。はい、こんにちは、すんちゃんです。私後ろ新しい服買ったんですけど、中のやつニットですけど、肌の色と似てすぎてちょっと嫌ですね。でも新しいんだから一回着てみます。私ネットでたまに買うんですけど失敗して、まあこの子の服はもう全部新しいのですね。綺麗な綺麗な、ああなんか買ってるね。いろいろ買ってますよ。全部ベージュやんもう私は古い古い、もういつものもの、いつものああまた肌の色のニットどうしますかね。本当に裸に見える、裸に中にほら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 ちょっとミスったと思いますじゃあほなゆっくり行きましょう。今日のポイントは、まあ暖かさ、そうだね、大事だね。じゃあ行きましょう行きましょう。早いぜじゃあ早く行きましょう、時間がなくてね。床は綺麗だね。私顔大丈夫かな、こんなんで。ニット本当嫌だ。チェジュは今すごい雪が降って、私のペンションが今もうぐちゃぐちゃです。そう、私ペンションがいや韓国雪がすごい降ってて大変だったんです。韓国は皆さんも気をつけてください。いつまで歩くのこれちゃんと編集して言うか。すごい話したけどね、全部無視になってカットされてね。高いこの店高い行かない、こういう店行かない。あ、友達来たんだ。そうここね、日本だけどアロハっていうなんかハワイみたいとこで、まあメニューはこんな感じで頼んだら、まあというのが出るかわかんなくて、私の肌の色すごい。まあ友達ハルちゃんです。あ、いただきます。あとゆかちゃんがブラブラしてみます。代官山でそう中に入って、そう買わなくたら触るなよ買わないのにいつも触ってる一番嫌なお客さんです何も買わないのに触ったり何してんだろう、ここ私疲れた帰りたい、もう本屋さんです。じゃあこのインスタとツイートフォローしてください。今日も見ていただきますありがとうございます。私のパコホンもないんだ、字幕ないだろ。私のパコホンも私パコホンです。インスタで探してみます。ありがとうございます。